神々の一撃すらも跳ね返す世界に伝わる伝説の盾、最強と謳われるそれらの盾はまさしく鉄壁のごとく、時に特別な性能を発揮しながら主の命を守り抜く。輝かしい栄光の勝利に、激しい復讐劇の末に、悲劇と涙の果てに、あらゆる思いを胸に、仁義の主は盾を構える。こんにちは、Mちゃんです。今回はあらゆる最悪を防ぐ鉄壁の盾五千をご紹介します。ギリシャ神話に伝わる最強の盾、アイギスの盾はあらゆる最悪から持ち主を守る。盾を握るは最高神ゼウス、あるいはその娘、知恵と戦の女神アテナ。アイギスは火事の神ヘパイストスによって作り出され、ゼウスの育て親であるメヤギ・アルマテイアの皮が貼られています。形状は様々に描かれ、盾または胸当てや肩当てのようなものとされています。そして盾の中央にはたくさんの蛇を頭に生やし、見るものすべてを石にする怪物メドゥーサの生首がはめ込まれています。メドゥーサはもともと美しい人間の女性でした。彼女に見惚れた海の神ポセイドンはメドゥーサを愛人に迎え、ある時女神アテナの神聖なる神殿で女王を交わしてしまいます。アテナはこれに激怒し、メドゥーサとその二人の姉妹を恐ろしいゴルゴンの姿に変えてしまうのです。怪物メドゥーサは英雄ペルセウスによって討伐され、その首と血がアテナに捧げられると、首は彼女の持つアイギスの盾にはめ込まれました。メドゥーサの石化の能力によって盾は一層優れた防御力を備え、迎え来る敵を硬直させたといいます。たった一撃で世界を焼き尽くすほどに強いとされるゼウスの雷帝すらものともしないアイギスの盾、まさに最強の名にふさわしい神器です。ケルト神話に伝わる猛毒の盾、フィンの盾に敵は触れることさえかなわない。盾を握るは伝説の騎士団フィアナ騎士団の団長フィン・マックール。太陽のように明るい金髪に真っ白で美しい肌、金色の髪を意味するフィンはダーナ親族の王ヌアザの孫娘マーナと先代の騎士団長クールとの間に生まれました。幼くして父が殺され、敵の追討から逃げる形で密かに育てられますが、彼の類いまれなる才能はフィンを陰に留めてはおきませんでした。幼少の頃より運動や戦いにおいて抜群の成績を誇り、成長とともにフィンの名は広く知れ渡ります。やがてフィアナ騎士団の団長になると、優秀な部下たちとともに騎士団の最盛期を築きました。そんなフィンが携える盾は猛毒をまとう危険な代物、敵に向ければいかなる猛者も逃げ出します。かつて神々と敵対する邪悪な巨人、その目を見開くだけで敵の軍勢をなぎ倒す魔眼のバロールを打ち倒した時、切り落とした首は橋ばみの木の枝分かれに置かれ晒されました。首から伝う血によって枝は毒気を帯び、その枝から作り出されたのがフィンの盾です。魔眼のバロールについては概要欄の動画でご紹介していますので、ぜひご覧ください。ギリシャ神話に伝わる英雄の盾、アキレウスの盾は亡き戦友の仇を討つ。盾を握るは海の女神テティスを母に持つ大英雄アキレウス。一説には母テティスはアキレウスを産んだ際、息子を不死身にしようとその足をつかみ上げ、冥界に流れるスティクスの川の水にアキレウスの体を浸しました。掴んだかかとの一部を除いてアキレウスは不死身となり、戦場では一騎当選の戦士として大活躍します。ギリシア遠征軍とトロイア王国の間で勃発したトロイア戦争においては、トロイア最強の戦士にして王子である敵将ヘクトールと一騎打ちになりました。アキレウスには
決して負けられない理由がありました。先の戦いで無二の親友であるパトロクロスをヘクトールによって殺されたのです。パトロクロスはアキレウスに借りた防具を身につけ戦場に臨んでいましたが、それも奪われてしまいました。アキレウスの母テティスは火事の神ヘパイストスに頼み込み、新たに盾と防具を送ります。神より賜った特別な武具に身を包んだアキレウスは凄まじい強さでヘクトールを圧倒し復讐を果たすのでした。その後アキレウスはヘクトールの弟パリスの放った矢を唯一の弱点であるかかとに受け命を落としました。かかとすなわちアキレス腱はアキレウスの名が由来です。ギリシャ神話に伝わる要塞のごとき巨大な盾、アイアスの盾は降り注ぐ矢の雨にも屈しない。盾を握るはアキレウスのいとこであり、彼に次ぐ強さを誇った英雄アイアス。盾は大きく青銅製で7枚の牛革が貼られ、しかしその形状については謎に包まれています。アキレウスと同様、ギリシャ勢としてトロイア戦争に参加したアイアスは、同じく敵将ヘクトールと一騎打ちを行いました。その際、ヘクトールの鋭い槍を受けても、盾は微動だにせず、7枚目の皮まで貫かれたのみにとどめます。動く要塞と称された、固く巨大なアイアスの盾。弓の名手である弟、テウクロスと協力し、あらゆる攻撃を盾で防ぐ間に、テウクロスが次々と敵を矢で撃ち抜くという戦法によって、二人は戦地を無双しました。北欧神話に伝わる蘇りの盾、ヒルドルの帆は、秘めたる魔力で戦死者たちに再び命を宿す。盾を握るは、戦場を駆けるワルキューレの乙女、ヒルドル。エッタの死後法には、このように記されています。ヒルドルの父、ホグニが、しばらく家を空けていたある日のこと、彼女のもとに、ヘディンという名の王子がやってきて、嫁にもらおうと、ヒルドルをさらってしまいました。父ホグニは、大切な一人娘を探し回り、スコットランドのホイ島という島で、ヘディン王子とその軍勢と共にいる、娘ヒルドルを見つけます。ヒルドルは王子に代わって、父ホグニに、和睦と首飾りを贈り、二人の仲を取り持とうとしました。しかし、ホグニはすでに剣を抜いてしまっていたのです。ひとたび抜けば、血を浴びるまで鞘に収まらず、決して癒えることのない傷を与えるとされる、魔剣、ダーインスレイブ。軍を率いての二人の戦いは、何年も続き、多くの人間が命を落としました。夜になると、ヘディンとホグニはそれぞれの陣営に帰りますが、ヒルドルは一人戦場にとどまり、戦死した兵士たちを魔法の盾で蘇らせ、そうして翌日、戦いは再び始まる。このヒャズニングの戦いは、世界が終わるラグナロクのその日まで永遠に繰り返されるのです。ところで、別の詳しい伝承によれば、この物語には影に黒幕がいるとされています。何重にも張られた複雑な罠、すべては出会いから仕組まれていた。北欧神話の悲劇、忘却の杯と永遠の戦いの物語はこちらの動画よりご覧ください。世界の神話に伝わる最強の盾の数々、守りの盾に対抗するは鋭い穂先で打ち破る攻めの槍、神をも貫く最強の矛、幻の槍五千については概要欄の動画で詳しくご紹介していますので、気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。 M チャンネルでは世界に存在する不思議や都市伝説、神話などをご紹介します。この世の解明されていない謎に興味がある人は、今すぐチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。